長年連れ添った仲のいい老夫婦がいて、片方が先に死んだら寂しくないように壁に埋めようと言い交わしていた。しばらくしてばあさんが先に死んだ。じいさんは悲しみ、約束通りばあさんの死骸を壁に埋めた。すると、ことあるごとに壁の中から、じいさん、じいさんとばあさんの呼ぶ声がする。じいさんはその声に、はいはい、じいさんはここにいるよと答えていたが、ある日どうしても用事で行けなくてはいけなくなったので、村の若い男に留守番を頼んだ。男が留守番をしていると、壁の中からばあさんの声がする。じいさん？じいさん？男は答えた。はいはい、じいさんはここにいるよ。最初のうちは答えていた。けれどしかし、ばあさんの声は何度も、何度も呼んでくる。じいさん？じいさん？やがて男は耐えきれなくなって叫んだ。うっせぇ！じいさんはいねえよ！すると、壁の中から、鬼の形相した老婆が現れ、じいさんはどこだ！と叫んだ。すると突然、まばゆいばかりのスポットライトが、飛び出したばあさんを映し出す。じいさんはどこだ！定時に、ばあさんの声が響く。詰めかけたオーディエンスは、ばあさんの久々のステージに期待で爆発しそうだ。今晩も伝説のリリークは聞ける。ストリート生まれ、ヒップホップ友達。本物のラップは聞けるのだ。キャップを斜めにかぶり、オーバーサイドの T シャツを着たじいさんが、ターンテーブルをいじりながら、目で、ばあさんに合図する。重たいサウンドが、スピーカーから響く。今日の始まりだ。ここで登場、わしがロンリョウ、鬼の行走、ばあさんさんリョウ、よほの埋葬、じいさんとそう、壁からわしが呼ぶ現状。年金月賞、よしよしよ、ボケてて大変、食事の時間、冷たい世間を生き抜き、バックゴルフで生き抜き、どこだじいさん、老人問題、そんな毎日リアルな存在、ほーてほほほーてほーてほほほー。じいさんのプレイも好調だ。オーディエンスの熱狂は怖いくらいだ。まだ俺らの出会いは始まったばかりだ。そんなメッセージがばあさんの口から飛び出してゆく。本物のヒップホップがここにあるのだ。